皆さんこんにちは、釣りが一回チャンネルのおーちゃんです。今3月なんですけど、2月の上旬からですね、実は週2回筋トレに通っております。頑張ってます。まだ1ヶ月ですけど、まだ1ヶ月だけどね。トップキャスタートーナメント常連の正岡さんに指導していただきながら筋トレを教えていただいております。今回の動画はですね、スポーツキャスティングの大会で毎年11月に行われるトップキャスターズトーナメントという大会があるんですけど、で今回そのトップキャスターズトーナメントに向けて、私おーちゃんが頑張って出場できるように今から特訓して成長していく過程を動画に収めていきたいなと思ってます。トップキャスターズトーナメントという大会がどういう大会かというとですね、投げ釣りの竿を使って遠くに飛ばす競技なんですよ。で、1種目から6種目まであるんですけど、まあそれぞれ選べるんですよね。1、2、3、4、5、6って選べるんですけど、今回私、おーちゃんがですね、たった8ヶ月なんですけど、しっかり自分なりにやり込んで、スポーツキャスティングっていうのはこういう世界なんだっていうのが少しでも伝わればいいなと思い、今回このような撮影をすることを決意しました。今、販売されてる釣り竿、投げ竿っていうのは、そのトップキャスターズトーナメントに出た、その優勝者さんたちが考案して、一緒にですね、メーカーさんたちとタッグを組んで、こんなロットいいんじゃないかと提案しながら出来上がってるのは今のロットたちです。私の使ってる島野さんのスピンパワーだったり、ダイワさんのサンダウナーだったり、ロットを製造するにあたって深い関わりがあります。それぐらい、スポーツキャスティングは歴史が長くて大事な競技なんですね。私の今の飛距離が、まあ、種目は伏せるんですけど、25号の重りを使って、ナイロン2号、近い糸を使って今、無風で185メートル、今飛ばせる状態です。これを、190なのか、200なのか、185のままなのかは、わからないですけど、努力して1メートルでも50センチでも伸びるように頑張っていきたいなと思いますんで、応援のほどよろしくお願いいたします。今回の動画を機にですね、毎月1回、月1回ずつは最低でも僕の成長過程ですね、上げていきたいなと思います。もしですね、いやおーちゃん頑張ったね、頑張ってると思うよ、ちょっとスポーツキャスティング面白そうだなとか思ってもらえたら、評価ボタンとチャンネル登録のほど何卒よろしくお願いいたします。私頑張りますんで、皆さん見ていてください。はい、大変長くなりましたけど、もう私の初日の筋トレの様子です。これ演技じゃなくてマジなんで、マジの動画ですから、僕のマジの筋トレをした結果、私の実力は初日こんなもんですっていう、本当に何の偽りもない動画なんで、それでは動画をご覧ください。はい、おーちゃん、はい、今日から頑張ってね。頑張ります。はい。こんな感じなんですか。ダメでしょ、それ。そう、若いのに。健康診断引っかかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。力を利用してイメージはそんな、手ですか。これがポーンと弾んで上がってくる。手に力が一回持ってて疲れてるでしょ。30キロ重いと思う。大丈夫だ、絶対重いと思う。ね、女の人でもこうやってポンと上がる、うん、すごい手が先こういう距離本当はこの辺から上げてくるんと入るとこうやってシャリーンとですよ、うん、違う
まあできないね。これできるようになったらキャスティング通るよな。体のこの重いものを体で投げるっていう動作で、要は今手も全部使ってやってるでしょ、うん、それを例えば手も何も使わないで本当の跳ね上がる力だけでこの30キロって簡単に上がるからです。これがたとえ60キロでも同じに上がるよっていうことは、キャスティングの重い球を体全体で一瞬でスパーンと振ってあげれば、うん、あっちこっち力入るから飛ばない。それのつなぎのトレーニングだから、これはもうやったら次行かなくなりそうだから、うん、これで終わっちゃう、終わってしまいそうだ。これちょっとあれですね、親指で合わせてこの状態でして、潜る、両足で持ち上げる。私は肩幅ぐらい、背筋曲げずにまっすぐ降りる。だいたい足が平行ぐらい。こうハーフスクワットってこういうのもあるし、で普通これが一般的なスクワット、うん、でフルボトム打つで下までベタンって座る。だいたいゴリラってこんな格好してるじゃん、うん、これで維持できる。これから下がると腰が内に入っちゃうから、ため維持できる位置で上げる。腰曲げない、背中回る、腰曲げない、背中曲げない、肩幅が開いて、しゃべる。ちょっと、もっとそこまで行けばいいか、かかと浮かさない、ちょっと、もっと開いて、ちょっと、もっと足開いて、しゃごとしゃごと、お尻後ろに出して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 、ま、背中曲げない、上げる上げる上げる、上げて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 今日80キロ勝負すんだよ私と30キロじゃあ40キロのスクワットに挑戦。上がる、よし、もう一回上がる、よし、もう一回マックスっていうやつは1キロまで上がる。でマックスが例えば今日が60キロだったら、70キロ上げるように努力して、60キロの例えば 60% とか 70% を10本、本当は10本、最初に言ったら10本上げれる重量にしてトレーニング。これ1本だ、はい、1、はい、よし、OK。 めっちゃ下げ、これ110、熱いのやつが軽く感じて、こっち来なくていいから上げるだけで、上げるだけ、そこで持ち上げる、上がりません。嘘だろ。スーッと下がっていったらキャッチしてやる。オッケーオッケーオッケー、いきます、はい、上げる、上げるオッケーこれ 67.5 ぐらい。持つ位置がこの印ついてるんですよ、はい、これを小指にかけるか小指の横の薬指にかけるかで、大体この幅です、手幅でやるんだけど、やったらバックアップしたらこう溝落ちに落ちのところに下ろすように、溝落ちに落とす、はい、で肩を上に張らない、張っちゃうと肩怪我するんで、あくまでも肩は下げて、どっちかというと脇を締めて下ろしてくる、脇締めて上げる、
でよくやる人はこうやって上げるんだけど、これを首やっちゃうから絶対で頭をつけたら、で後ろの肩甲骨が寄ってる状態で上げた方が怪我が少ない。肩甲骨を寄せるから。そうそうそう。開いちゃうと全部肩に入っちゃう。肩が怪我しちゃう。肩甲骨をなるべく最初に寄せたら寄せたままで上げる。で下ろして、まあ、最初のうちこうぶれちゃうんだけど、あんまり上の方に上げないようにまっすぐ下ろしたらまっすぐ上げる。います。いけるきついじゃん。座ってよ。座んないでよ。うおすげえ。根性入れた。おうちゃん負けられない。負けれるよ。もう一回胸張って、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 もう一回張れ。そのまま手離さない、そのまま手離さない、手離さない、早くいっぱい上げて、上げて、はい、下げる、1、早く、2、はい、パッチ、ソッ、ソッ、勝てる勝てる、自分に勝てる。これ筋トレの先例だから。そう、なぜこれは一回やらないとダメだから。これ大事。一番最初にやること。一番最初にやらなきゃいけない。そうそうそう、手がこうやってつけないんだけど。そうそう、あの髪洗えないから今日多分頭洗わないから。これはやばい。これ大事だから。ちょっと開くと自分がまっすぐ手を下ろした位置、さっきみたいにゴリラの動きで、どっちかこういう風に腰で上げるよりも足で上げてくるよ。で腰を前に出す。体から離してあげちゃうと腰やったりするから、必ずここの足をこう滑らせてくるようなイメージで手互い違いにしたら上げやすいから。そう、腰反る、もっともっとこう反る、こう反る、こうなってる、こうじゃあ上げる、そのままうーん、まっすぐまっすぐ出てる、そう、1、はい、スッと下ろして、下ろすときは少し戻らず辛いでしょ。辛いか。腰辛いよね。スクワットやったら辛い。スクワットやったら辛い。まあ、まあ、こういうトレーニングがあるよっていう感じで、こう丸めないで反る。反るってことは腰も前に後ろに突き出て腰が落ちるような感じで、それ、うん、その位置でもうちょっと前傾して、腰を反る、反るってなんだっけ、反る、反る、反る、腰、あ、そう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 、で上げる、腰を突き出す、はい、上げる、腰突き出す、そう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 。伸び切ったまま。よし、腰上げる。はい、下ろして。で、
自分にトレーニングするっていうんであれば、上げて下ろすときもゆっくり下ろすのが一番大事なんだけど、もう、あ、もうこれ下ろすの大変っていうときに無理に下ろすと腰やっちゃうから、バーンって離しちゃって、すげえ。出れる。この夫婦やべえ。肺に空気入れてグッと力入れたら軽くなる。うわあ。キャスティングで二頭筋ほぼ使わない。使うのは全部三頭筋です。だからその三頭筋のトレーニングをこれからやるんだけど。頭につくかつかないかで上げる、下げる、上げる。絶対こうなったりこうなったりしたら肘の位置を変えないで下ろす、上げる、下ろす、上げる、はい、下ろす、上げる。グッといいよ。ゆっくり下ろして早く上げるのが正しい、はい、そうそうそうちょっと待ってしっかりしっかり大丈夫押さえないか2 もう一回3補助してあげた方がいいかも。グー上がんねえ。そっか上がんねえ。はい、の鹿じゃないんだからな。早く来い早く来い休んだらトレーニングなんないでしょ。まだ全然体幹もほら体幹も鍛えるし、バランスバランス何歩あるの。ちょっと分かんないんですこれね。いいよ、ここまでで それがトレーニング、ここまでね。頑張れ。磯も歩けるようになるよ。なるなる。どうですか。楽しいです。嘘つくない。きついです。きつい。もうちょっと3回やるんだよ。18かけるな。もう1セットにしようか。もう1セット。やめよう。やめた方がいいよ。やめた方がいい。絶対やめた方がいい。何度明日絶対歩けなくなるから。100% 仕事になんない。俺優しいからそんなにやれなんて言えない。じゃあしまおった。すいません。ありがとうございます。マサコさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
初日ちょっとこんな感じだったんですけど、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、頑張りますんで、はい、一緒にやりましょう、お願いします頑張りますんで皆さん頑張って目指す 200m で頑張ります撤収します